バンバン研究所よっちです。えっちゃんです。りっちゃんです。はい、ということで今回はなぜよっちがこんなところに入っているかと言いますと、この鏡を使えば周りの風景を反射して透明人間になれるかもというね、思いつきがありまして、よっちね、普段から結構透明人間になりたいとかね、女風呂覗きたいとか言ってるから全体かよお、俺を見つけてみやがれということで、この段ボール全面にミラーシートを貼って、でさらにね、これで4面のね、囲いを作って、あれ、よっちどこっていうね、よっちどこっていう状況をね、作り出して、ここで皆さんに皆さんに、よっちを見つけ出してもらいたいと思います。まあ、まずはね、これをミラー状にしていきましょう。しょう、我が名はミラーマンでござる。ござるって、ござるって、これで、動けるかな。今日の夜気をつけた方がいいよ。俺が現れるかもしれないよ、これで。いけるいける。俺が現れるかもしれないよ、このミラーマンよっち。はい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 、いいじゃんいいじゃん。あ、いい、すごい。なんかぽいよ。すごいよ。てか、あら、もう結構反射して。いや、ちょっと一つ言わせて。俺さ、どうせ顔こうするでしょ俺である意味なくねえからマジで。あるよ。あるの。なんでよっち、俺だって。こと言うのよっち。えっちゃんが考えたのにさ。だって俺、じゃあ仮に、いや、例えじゃあ俺こうやって。これも俺である意味がない。あれ、よっちどこ消えた、消えた。自分の顔が見える。あ、これがミラーマンなんだよね。この中にさ、蜂いたらやばくない？どうする？すでに刺されてたらどうする？そうするかわかる。だって死ぬの大体あれだもん。アナフィラキシーショックだから、やばい、毒が来たっていうのに対抗するためになんかやって死んじゃうのね。なるほどね。どうする？俺がこの段ボールから出たら裸になってたんですよ。それは多分私とエッチがアナフィラキシーショック。いい、いい活躍してるよ。いい活躍、座ってるだけだけど気をつけてね。おー、おー、あ、いないよ、もうほぼいないよ。全然見えない。わあ、これいいんじゃない。いいいいいい、もうこの面だけだよね、あとはね。これは全然見えない。じゃあこれで何、ミラーマンは完成かな。完成でーす。完成。じゃあ今からミラーマン、透明人間にはいろんなところに行って隠れてもらって、私たちが透明人間を見つけられるかやってみましょう。やってみよう。はい、立ち上がってください。立ち上がる。こういう移動しないと。よっちを探せ。よっちどこ、よっちどこ、あれ、よっちどこ行っちゃったんだろうな。よっち、よっち、あれ、あれ、よっちどこだ。よっちいなかったよ。いた、見なかった、見なかった。本当、なんかね、ちょっと光ってたんだよね。本当に、あ、確かになんか足当たった気がする、なんか。あ、あ、これか。ててて、てててて、わお、わお、おでんかい。ということでね、大成功ですね、これはね。熱い、熱い。はい、ということで、この実験結果はミラーで透明人間になれるでした。お日様のね、反射がちょっとあるんですけど、これ多分もっと美味しいやった森の中とかでやったら完全な透明人間になれるかもしれません。完全な覗きもできるってことですね。できません、しちゃいけません。はい、ということで、この動画が面白かった、楽しかったよという方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。またねー、またねー。